ピーナッツとか入ってなさそう。では早速いただきます。うん、はい、チョコレートワン、こんにちは、ポプーラです。本日はですね、そう、試食レビューを行います。イエーイ。はい、最近全然試食レビューやってなかったんですけれども、本日何紹介するかというと、こちら下から上に上がります。じゃ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 ん。そう、チョコレートワンドですね。はい、これ何かわかりますか？はい、ヒントはこんな感じ。箱が外側すごい金と茶色ですね。このシックな感じ。そう、じゃ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 ーん。横で見えない横で見えないですね。そう、ハリーポッターなんですよ、こちら。ウィザーディングワールドオブハリーポッターER ちゃんと使いました、ありがとうございます。裏のを見ればチョコレート、ワンドだよね。うん、そんな感じで。値段書いちゃってんね値段書いちゃってますね。はい、というわけで本日は、ユニバーサルスタジオユニバーサルスタジオで発売されているこちら、ハリーポッターの杖の形をしたチョコでございます。ワンドが多分杖なんでしょうね。はい、では早速食べていきたいと思います。いや、前置きがものすごい長かったね。ハサミハサミ、セロテープがねついてるんですよ、ここに。よいしょよいしょ。あー、利き手じゃないからやりづらい。よいしょ。ああ、爪割れるかと思った。あ、取れた。よかったよかったよかった。さあ、開けてみまーす。さあ、杖が出てくるでしょうか。おお。じゃじゃーん。おお。こっち向きであったのかな、これ。あれ、どっち向きだ？あ、おお。取れた。取れました。見てください、この。模様は、ここだけある。なんでしょうね、これ。杖でいいんですかね、これ。剣みたいですけれども。すごい、こんなチョコあるんですね。では早速食べてみましょうか。ちょっと断面を見たいんで、先端のところ切れるかな。ちょっと切らせてもらいます。お、簡単に切れた。わあ、すごい。普通にチョコレートですね。はい、チョコレートだけしか入ってないみたいですね。ピーナッツとか入ってなさそう。では早速いただきます。うん、ビターチョコレート。強いて言えばね、甘さがね、あんまりない。うん。チョコなんだけどね、うん、やっぱビターだからかね、甘さがね、全然ないんですよ。でも、純チョコレートですね、これ。はい。チョコレートしか入ってなくて、うん。まるで、ね、板チョコ。板チョコ言っちゃダメだね。そんなね、物に例えて言うなら、ココア。どうだ、ココアだよ、ココア。ココアってなんか甘み強すぎるものもまああるけども、基本的にはちょっと、チョコとは違って味ちょっと薄いじゃないですか。そんな感じ。はい、ココアと味が似てる、すごく。はい、んー、なんかデザインもうちょっとなんでしょうね、この剣みたいなの、先の尖った剣みたいになってますけれども。はい、というわけで本日はですね、こちらユニバーサルスタジオで発売されている、あ、逆ですね、はい、逆の、はい、こちらチョコレートワンドの方紹介いたしました。ね、お値段が、はい、700円税込みだそうです。はい、お手軽ですね。美味しい、すごい美味しい。これ、うん、箱もかっこいいしさ、もらったらびっくりだよ。びっくりっていうか嬉しいね。うん、お手軽ですごくいいと思います。はい、というわけでですね、本日はユニバーサルスタジオで発売されているこちらの杖の方を紹介いたしました。よろしければね、買ってみてください。はい、動画の説明欄に、そちらにつながる URL も貼っておきますので、ぜひご覧ください。はい、というわけで本日は私ポプーラがお伝えいたしました。ありがとうございました。本当にありがとうございます。ちょっと地盤に落ちないでよ。大丈夫大丈夫、あ、この角度は大丈夫だね。はい、よろしければね、 YouTube のチャンネル登録の方お願いいたします。そしてですね、今下の画面出てると思いますけれども、 Twitter やブロガーの方のにもやっておりますので、ぜひとも登録の方よろしくお願いいたします。はい、というわけで本日は私ポピュラがご紹介いたしました。バイバーイ。